FGO。皆さんこんにちは。ありがとうございます。 FGO フェス楽しんでいただいていますでしょうか。ここからはクイズ FGO のお時間となります。この時間のステージ MC を担当させていただきますアニプレックスの金沢と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。このステージではですね、 FGO に関するさまざまなクイズで選ばれし3チームにですね歯を競って、いただくというステージになっております。今までのですね FGO のリアルイベントでもなかった初の試みのステージというふうになっておりますので、今日ご登壇いただくキャストの皆様にですね精一杯、ステージの上 ですね歯を競っていただきたいなというふうに思っております。それでは早速ではございますが、皆さんお待ちかねと思いますので、早速回答者チームにご登場いただきましょう。まずは共に動画で学んだ俺らに資格はない、舞台とアニメの夢のシナジー、チーム藤丸、島崎信長さん、大見翔一郎さん。やつバザーか、ヘラクレスは負けないんだから負けないんだから、お願いします。お願いします。ございます。続いてはこのチーム、誰よりも強く誰よりも速くクイズという圧勢に命がけで突っ走るチーム赤の陣営、鶴岡聡さん、古川誠さん。俺らを呼ばないで誰を呼ぶ、負けるわけにはいかないチームクリプター、赤丸健二さん、川西健人さん。レールを持ってメールは。ありがとうございます。以上3チーム6名の皆さんと一緒にステージ進行していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで皆さんご登壇いただきましたが、初のクイズステージというわけではございますが、皆さんね結構特徴的な大見さんも、はい、バーサーカーの徹夜で作ってきました。いやいや手作りなんですね。はい、すごいよねこれ。めちゃめちゃ重いんですけど。でも先端が丸いんだよな。言わないでください。でバーサーカー下りで今ね、隣のバーサーカーがひどいんですよ今。なんかね割っちゃってるんですよ。あ、これまずいよ、出ちゃってる。ごめんなさい、ちょっと圧勢に反逆しすぎちゃった感じ。穴開いちゃいました。古川君ごめんね、反逆しすぎちゃった感じですかね。すいません、穴開いちゃいましたね。穴開いちゃいましたね。大丈夫、ちぎるだけって書いてる。すごい勢いで武漢さん、すいません。バーサーカーがすぎる。本当に穴開いちゃった。ごめんね、お騒がせしました。とんでもないです。あ、すごい冷たくて気持ちいい。いやいや、素晴らしいねチームワークは今日は、こちらのステージ上で発揮していただけるのではないかなと思いますが、まあなかなかこういうふうにタッグを組んでステージに上がるというのもないと思うんですけれども、はいはい、改めて今日のタッグ、ペア、お互いにどう思われますか。島崎さん、大見さん、ペア、うん、俺が、はい、俺たちが藤丸でいつからせやでもこれ持ってるからよくわからない。すいません、ちょっとバーサー、いや、違う、だってね、はい、言うても今日すごい人たちじゃないですか。はい、もう僕もなんでいるのかわからないぐらい。大見さんも、大見くんも7勝舞台で藤森律香やってるんだから。いや、そうですけど、ほんとみんなカレードスコープの中にゼルレッチいるみたいな感じなんですよ。ね、ほんとに。でも頑張りましょう。いや、頑張ろう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では皆さんにですね、ちょっとそのあたりの意気込みなんかも聞いていきたいと思います。じゃあ、はい、続きまして赤の陣営、
お二人、ぜひ、いかがですか、今日のペア、そして今日の意気込みなんかをね、ぜひ、いや、あのですね、本編中でほぼ喋ってなかったですね。あ、僕にそうですね、はい、ちょっと若干ね、そもそも僕、はい、ほぼ誰とも口聞いてない。今日、まあ、古川君せっかく赤陣営で赤着てきてくれてるのに、はい、僕黒なんですよ、一回寝返ってちょっと若干黒陣営みたいな、最終的に黒陣営で赤陣営に襲いかかるっていうとんでもないこと、これがアポクリファです。そうでも決して仲は悪くないんですよ。そうなんですよ、はいはい、チームワークで乗り切っていきたいと思います。チームワークでぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。そして第2部はこのお二人を呼ばないわけにはいかないということで、はい、チームクリプター、はい、お二人いかがでしょうか。もう川西さん初登場でございます、イベント。そうですね、はい、ありがたいですね、本当ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。だ残念ながら我々にはもうレイジュがありません。もうレイジュを奪った主人公チームにはまず負けられないですね。返していただきたい。帰ってくる黒のレイジュになるんですか。それ油性だから後で消えないやつでしょ。消えないレイジュ欲しい。あ、欲しい。使ってもなくならないレイジュということでね。アポクリファー好きなんで仲良くしたいなと思ってます。アポ好きなんで。そういくん。すぐ反逆者です。すぐ反逆者ですね。はい、というわけでですね、意気込みを聞いたところで本日のですね、改めてルールを説明させていただきたいと思います。はい、これから皆さんにはですね、 FGO に関するクイズに挑戦していただきます。基本的にはですね、一問一答の形式の問題というふうになりまして、答えはですね、お手元にございますフリップ、こちらのですね、方に書いていただいてですね、回答をしていただくというふうになっております。そして、一問正解するとこちら、はい、FGO デュエルのですね、フィギュアがですね、こちらの方に並んでおります。ひとしくん人形的な、やめなさい。そうですね、ちょっとね、あの何々くん人形的な形でですね、あのスーパーはないですか。スーパー切り亀しくん人形が金色がありますね。はい、すげえかっこいい。スーパーのね、なんで一人だけ。もう今日は鶴岡さんがね、いらっしゃるということで、ジルもね。なるほど。ぜひ。皆様ようこそいらっしゃいました。すげえな、スイッチがすげえな、すぐ入るんだな。あの人ありがとうございます。シャ贅沢、これ欲しい。あれだよね、ぜひじゃあね、あの正解していただいて、サーバントずるいんだよな。サーバントずるいんだよな。ちょっとサーバントで出してくれよ。そうですよね。そうですね。まあ、もしかしてね、クリプターとしてね、こういった形でね、出てくることがマスターという形で、そうか、サーバント僕たちしかいない、僕らしかいないです。すいません、はい、本当にすいません。お世話になります。はい、というわけでですね、皆さんに競っていただきまして、もちろんですね、ただで頑張ってもらおうというわけではございません。お、本日は優勝商品もご用意しております。おお、優勝商品はですね、なんとこちら、皆さんが常に欲しいであろう、まあ、30回ぐらい召喚できるカード、優勝チームには1人1枚。きついぞ。1枚、2人とももらえるってこと。もらえます。やったー、お願いします。いいぞ、はい、お願いします。いい声出たね、頑張ろう。はい、こちらをかけてですね、ぜひ皆様の歯を競っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ではですね、早速問題の方に入ってまいりましょう。緊張する。ちょっとこれ置いてもいいですか。そうですね、ちょっとヘラクレスの、ね、せっかく余談してそうなのにね。スタッフさん、ごめんなさい。はい、ヘラクレスすげえ、それとかをですね、同化してる。結構ね、はい、保護職みたいになってるけど、ごめんなさい、ありがとうね。ちょっとですね、後ろのところに置かせていただきます。はい、はい、では早速問題の方に入ってまいりたいと思います。はい、まず第1問目、問題こちらになります。はい、おこちらのエミヤアーチャーですね、のコマンドカードの構成はバスター、クイック、アーツがそれぞれ何枚で構成されているでしょう。えエミヤアーチャーのコマンドカードの構成はバスター、クイック、アーツそれぞれ何枚で構成されていますでしょうか。いい、ね、それでは皆様、回答タイムです。フリップにお書きください。これがこんだけあるなみたいな、そうなんかそんな感じだと思うんです。だからやり、あれがやりやすいな、あれができるみたいな、すぐこうやってる。あ、確かに、そう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 、はい、皆さん書けましたかね。大丈夫ですか。大丈夫ですか。皆さんもう今日ね、僕勝てそうな気しますよ。勝てそうな気します。
あ、皆さんかけてますね。クリプターチームもなんかかけました。クリプターチームかけました。あ、そういう書き方か。そうだそうだ、チーム藤丸書き直します。いや、一回書いてるんですけど、ちょっとね、藤丸チームがなんか苦戦してるのを見ると、本当に合ってるのか分かるんですよ。そうですよね、ちょっとね、なかなかチーム藤丸もね。そうですよね、島崎さん、よし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 、俺は大丈夫です。俺は早く引きたいんだよ、30年僕だって引きたいですよ。そうですね、早く、水着を引かせてくれよ、引かせてくれよ。はい、チーム藤丸をかけましたかね。はい、はい、ではかけたところで、発表をしていきたいと思います。そうですね、では1チームずつからですね、見せていただきましょう。まずはじゃあチーム藤丸から回答をどうぞ。はいはい、あ、バスターにクイック1アーツ2というところですね。あ、はい、なるほど。じゃあこちらの方どんどん見ていきましょう、はい、そしてチーム赤の陣営の回答どうぞ。はい、バスター1クイック1アーツ3。ああ、なるほど、ちょっと違いますね、藤丸チームとは ね、はい、そしてでは続いてチームクリプターの回答を見ていきましょう、はい、チームクリプターどうぞ。アーツアーツクイックバスターバスターですね。ああ、うん、藤丸チームにと同じですね、同じですね、2-1-2。はい、これはじゃあ回答が分かれました。では正解を見てみたいと思います。正解どうぞ。やったー、来ました。というわけでチーム赤の陣営正解ということで、最先スタートだ。はい、ではですね、こちらの まだね、第1問ですから、まだ1問目なんでね、ちょっとうわ、消えたー、やろう、やろう、ありがとうございます。ちょっとね、1個しかないのありましたよね。それは後か、後でですよ。おい、もう後ほど、後ほど、まだ1問目、1問目なんで、あ、ね、そうです、まあいいか、はい、この先まだありますので、はい、こんな感じでですね、どんどんやっていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。なるほど。では続いての問題です。はい、こちらの再臨素材の名前を正確にお書きください。まあ、なんかいろいろね、あると思います。あの文字とかね、いろいろあると思いますので、ちゃんと正確にお書きくださいという問題でございます。まあ、皆さんね、よく見かけるのではないかなと思います、この。でも先輩が頼もしすぎて、だもう仰ぐだけになっちゃった。待って、ね、これ紙でしょ、紙。これユーザー間の特徴でいいんじゃねえ。そうだよ。紙、いえいえ、紙だよ。再臨するためにたくさん使うじゃないですか、赤羽さん。いける、2問目じゃあたくさん使ってます。終わりました、ってますよ先生、終わりました。あ、終わりました、はい、私も終わりました。じゃあチームクリプター苦戦してますね、チームクリプター。まあでもね、あのインスピレーションで書いていただいても大丈夫ですので。でも急に振られるとマジわかんないですね。いや、そうですよね。なんだっけこれ、ただこれやたら取りづらかったのは覚えてる。結構ね、昔からある素材ですからね。ちょっと教えて、そう、教えて。チームクリプターオーディエンスを使いましたね。神の名前を、神の名前を、神の名前を、神の名は神、最終的に、ね、神、何かの神っていうね、回答もありますからね。じゃあ、はい、もうやっていただいて、はい、もうサクサクっとね、かけたところとなかなか思いつかないところでね、ありますからね。そうですよね、ここですよね。はいはい、そうですね、なかなかね、そういった部分ね、一個一個大切ですよね。クリプターチーム苦戦してますね。もう分かんない。全然筆が進まない感じですか。はい、ドンが鳴りました。というわけで最後に迷い始めちゃったな僕。はい、回答をちょっと見ていきたいと思います。では、はい、チーム藤丸、はい、どうぞ。おい、あ、禁断のペース、はいはい、では続きましてチーム赤の陣営、はい、どうぞ。禁断の、あの鶴岡さん、これいらなかったパターンなら、これって言ってる、やばい、禁断のやばいページ禁断のこの後ろの最後の一文字はなんて。ページです。ページで、はい、ページで、はい、苦笑い。待って待って、 あいつ漢字知らねえんだ。やばいでは、クリプターチームの方も見ていきましょう。どうぞ、はい、もうちょっと丁寧に破ってほしかった。そうですね、ちょっと若干燃えてましたからね、下の方ね。はい、では大喜利みたいになってる。正解を見てみましょう。はい、こちらです。禁断のページということで、よし、はい、こちらの方ですね、合ってたのは、チーム藤丸ということで、藤丸チーム正解でございます。よし、もらいますね、1ポイントね。はい、でも僕に、はい、なんて読むのって聞いたじゃないですか、はい、僕ページって言いました。はい、いやでも漢字はやっぱいや、そうですね、正確、分かんなかったやつが何言ってんだ。
そうですね、あの正確にというところなのでちょっと漢字までねきちんとお書きいただいてというところでございますので、読みは合ってた、おっしゃったんですけれども、あの今日で覚えました。そうですね、漢字は万が一分かんなかったらひらがなとかでもいいんですか、そこ。そうですね、ひらがなで書いて、まあ、もしあとはちょっと会場の皆様のね、あのじゃあなるほど、なったらもうそこはなるほど、なるほど、やせよそこはあの来場の皆様と私の判断というところで。あ、そうですね、なるほど、はい、思いますので、ごめんな、はい、ありがとうございます。では続いてですね、どんどんまだまだ問題たくさんありますのでいきたいと思います。続いての問題です、こちら。今からとあるサーバントの戦闘中のボイスが流れます。はい、それがどのサーバントなのかお答えください。それではどうぞ。ふん。一撃だけ？え？違う、あのちゃんとセリフ、はいはい、セリフって分かってます、セリフって言葉、ねまあ、戦闘中のボイス、連続で攻撃するでしょうよ。いや、もう戦闘中のボイスいろいろあるじゃないですか。もう、ね、もう一回、もう一回行きたい、もう一回ボイスいけますでしょうか、お願いします。ふん。いや一緒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 、他のパターンはないの。いや今日これだけしかご用意してなくてこれだけ嘘でしょ。もし行くか、手元の端末で出してくださいよ。いやいや、金沢さん、きっとあなたはアーツとかいろいろ揃えてるはずだそうですね、いろいろあるかもしれませんけど、はい、これでちょっとね、こう分かった、ね、こうね、分かったよ、もう、もう30連のあれを渡す気がないってことは分かった。もうワンチャンください、もうワンチャン、はい、もうワンチャン。では最後のワンチャンということで、もう一度、それではどうぞ。ふん。はい、皆さんこの勢いで書いてください。全然これ分かる人ちなみにいるんですか。確かに俺どんどん立木さんに聞こえてくる。誰も分かんないじゃん。ご支援されてたら誰も分かんない。お客様の中で分かる方、絶対男性ですもんね。まあでもね、チラチラね、分かる方いらっしゃいますね。あ、いる、はい、じゃあ皆様書きましたか。書きましたよ。ちょっと、はい、カップが良さそう。意外といけるんじゃねえかっていう、ここは少し書いていただいた方がいいかなと思いますね。あ、なあ、はい、皆さん書けましたかね。書けました。そうですね、ちょっとこれはもう書けですね。じゃあね、書けたところからちょっと見せていきましょうか、はい、ではまずチームクリプターからいきましょう、はい、チームクリプターの回答こちらです。幸運。幸運、あー幸運、いいですね、確かにね、ちょっと手を出してね、山寺さん、はい、山寺さんで、では続きましてチーム藤丸いきましょう、はい、レオニダス。あー、そうですね、ちょっとね、こちらのレオですからね。でもちょっとわかる。では最後、チーム赤の陣営どうぞ。これ説明は古川くんからいきます。はい、お願いします。ドン。何これ。え、幅広いよね。なるほど。いや、あのお二人のこれももちろんこう考えたんですけど、ちょっとなんか構成を期すためにいっぱいね、ちょっとあれを使っておこうかなと思って。古川くん的にあのバスターサバはみんなちょっと同じに聞こえちゃうなみたいな。いや、そんなことないですよ。そんなことないですけど、やっぱり、まあ、公平を期したいから。公平を期したいから、はい、ね、たくさんいますからね。はい、では正解を見てみたいと思います。正解はこちらのサーバントでした。あー、アキオさんか。ディスカさん、わかんないもんだね。古川さん、惜しい惜しい、でもたくさんいすぎです。もうちょっと絞ってください。そう、いや確かにふんって言ってる ね言われると分かりますね。言われると分かる、使うとね、分かるかなと思いますけれども、はい、まだね、まだ第3問ですから、まだまだありますのでね、皆様、はい、引き続き、引っ張っていきましょう。では続いての問題です、まあ、ラインワークだな。こちらの宝具の読み方をお書きください。こちらの宝具の読み方をお書きください。はい、もうね、大人気、なんだっけ、キャスター、昨日使ったんですよね、諸葛孔明でございますが、ね、皆さん使よくね、使われてるんじゃないですかね。いや、なんだったらね、もうよく聞いてるんじゃないかなと思いますけれども。あれ、そんなシンプルでしたね。はい、そうか、なるほど。これはね、皆さん結構サクサク言ってますか。チーム藤丸がですね、お前ら、スキップばっかしてんだよ。はい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 、スキップばっかしてんだよ。違います、違います、違います。はい、じゃあ解散かけたところからいきましょう。ではチーム赤の陣営から、一番早かったですね、はい、赤の陣営から見せていただきましょう、どうぞ。おい、これはじゃあ鶴岡さん、あの読んでいただいてもいいですか。帰らずの陣いいですね、あの第3サイリンのところですね、最終、ね、最終ですね、はい。では続いてチームクリプターいきましょう。はい、
帰らずの陣僕言っていいですか負けたのちょっとね乗っかってこねあの声は出ない乗っかってこ、ね、いいですね、はい、ではチーム藤丸も見てみましょう、はい、帰らずの陣皆さん可愛いですね、はい、なぜ第3サインどんどん声高くなってるいややっぱほらイスカンダルからの流れを我々組んでたんだけど ね、 ね、ちょっと流れ組んでますよね、うん、では正解を見てみたいと思います、こちらです、はい、よいしょ、はい、ハイライトの陣ということで、ありがとうございます、3チーム正解でございます、お世話になってます、ではですね、これもたくさんお世話になってますね、はい、こちらの方ですね、ちょっとずつね、持ってきますんですいません、はい、ダブルマッシュだ、ダブルマッシュでね、いや、次行っていいですよあ、そうだ、もらいに行きましょう、お手伝いするっていう、すいません、ちょっと私どうもすみません、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、では続きましての問題に行きたいと思います、はい、お願いします、こちらです、2019年8月4日現在、はい、ゲーム内マテリアルで確認できる川澄彩子さんがプロフィールの CV の欄に入っているサーバントは全部で何機でしょう、え、これは、一番数が近かった人は勝ちとかじゃなくてやっぱ完璧に当てないとダメ、完璧に当ててください、あ、川澄彩子さんが担当されている、まあ、プロフィールのですねCV 欄、キャストボイスですね、キャラクターボイスの欄に入っているサーバント、まあ、たくさんね、やられてますしね、あのクラス違いも含めてってこと、はい、全部クラス違いも含めて全部です、ダメ、筆が早いですすごい、なんか柴崎さんがだいぶね、計算されてますね、皆さん、はい、あ、意外に皆さん悩まれてますか、まあ、もしぴったり賞がいなかった場合は、はい、高い数字、一番近い数字のところに正解としましょう、あ、なるほど、 うちのアキレス相当やりますよもう僕今何書いてるかさっぱり、いや同じくです本当先輩もすごいですから、同じくやってるわ、あ、みんな具体的に出してる感じですかね、いや、すごいですよ、はい、では数だけで大丈夫ですからね、はい、大丈夫ですからね、はい、はい、総合数いきましょう、皆さん出ましたか、出ましたか、出ましたかね、はい、ではどない位置がいい、数を書いていただいて、それでいきましょう、よろしいでしょうか、なるほど、じゃあここは皆さんちょっと一斉に出していただきましょうか、はい、では回答をかけましたかね、かけましたかね、では皆様、はい、各全チーム一斉にお出しください、はい、どうぞ、じゃじゃん、はい、はい、チーム藤丸11、はい、そしてチーム赤の陣営が11、そしてチームクリプター13、あ、分かれましたね、分かれましたね、これはどちらからですかね、では正解を見てみたいと思います、正解こちらです、わー、13チーム、マジで、うそー、そんなにいるの、あ、そうだ、アンポリミキール、おめでとうございます、あ、そう、そうですわ、はい、もう一回ね、ここででもアルトリア来るわけではないここでなぜかギルアルバル球根する人が来るわけですね、はい、スライド、正解のスライドもう一回出ますかね、13機、はい、誰が出てたか、チーム赤の陣営、チーム藤丸、あ、サンタオルタがいるじゃん、そうだ、それだ、あ、そうか、川澄さん結構な数をやられておりますので、すごい、まあ、今日はね、今日でね、ここで覚えてましたかね、やったー、はい、では続いての問題に参りたいと思います、続いての問題こちらです、はい、こちらの、あら、かわいい、うわー、ね、これあったな、はい、こちらの画像をご覧ください、いろいろね、特徴書いておりますけど、ちびのぶあい、この世の諸行無常とほにゃららを憂いているというふうになっております、このホニャララの部分を埋めてください、それでは回答タイムスタート、まあね、これ最近出てましたからね、つい最近のイベントでございます、あ、この間の、はい、そうですね、僕久々にね、最後まで走り切ったんですよ、あれ、ありがとうございます、フ、はい、ラグダファイナル本能寺ね、ありがとうございます、諸行無常と、はい、この世の諸行無常と、まあこれ結構ね難しいんですよ、難しいのでちょっとヒント、はい、ヒント、ですね、ちょっとすごい頑張ってるサラリーマン、すごい頑張ってるサラリーマンが欲しいもの、欲しい、あー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 、すごい頑張ってるサラリーマンがあったらね、欲しいなという感じのものですね、はい、ヒントがすごい出てますね、すごいヒントが出てきた、働き方改革、ね、いやもうこれですよね、やっぱサラリーマンの方が憂いてるものって言ったらもう、いや、いいよ、大丈夫ですか、これでいこう、はい、皆さん書けましたか、書けましたか、はい、では、書けたところからいきましょう、ではチーム藤丸、はい、あ、クリプタのチームの皆さん書いてくださいね、ではチーム藤丸、回答を見せください、どうぞ、はい、
老後の貯蓄。そうですわ。いや欲しい。そうだよね。ね、これはもう本当みんな大好き。大切ですよ ね、 ねこれね。はい、では続いてチーム赤の陣営を見せください。はい、本能寺ファイナル。あ、まあそうですね、本能寺ファイナル憂いているかもしれませんね、チビノブですからね。はい、ではチームクリプター。はい、書けましたかね。サラリーマンが憂いているものですよ。賃金の少なさ。賃金の少なさ。はい、まあね、あのちょっとサラリーマンにはね必要ですよね、まあ、貨幣ですかね、はい、だから時代的にはね。では回答を見てみたいと思います。回答はこちらです。取得されない有給休暇。ちょっとあながち間違いじゃないですか。まあ、日すぎますって。僕も近いんですけど、ね、働き方改革とはちょっと違いますね、皆さんね。これ分かった方いらっしゃいます？あ、いる。いる。本当に。すごいっすね。すごいね。さすがだな。多分、はい、ありがとうございます。もう、マジか。まだまだありますのでね、いきますよ。まだね、半分ぐらいですからね。はい。はい、では、またまた、はい、次の問題いきます。次の問題、こちら。またまたボイスクイズです。今からとあるサーバントの戦闘中のボイスが流れます。それがどのサーバントなのかお答えください。それではどうぞ。それはいはいはい、はい、これはもう1回しか流しません。おいえ、これは1回しか流しません。はい、もう何だったらもう今すぐ僕机にこのフィギュアを届けに行きたい。はい、では皆さん回答を一斉にお見せください。サービスもだよね。回答を一斉に読みください。それでは、まだちょっと待って、気合い入れて書いてる。あ、気合い入れて書いてる、はい。これはね、皆さんね、ちょっとね、もう僕人形置いていいですか。はい、では行きますよ。あ、行きましたか、鶴岡さん。鶴岡さん、あ、素晴らしい。では皆様、回答をお見せください。どうぞ。マーリン、マーリン、マーリン、正解です。イエーイ。はい、じゃあこちらですね、人形ですね、はい。ちょっとね、よしよしよし、やっぱ周りはふんってやっぱ言ってないね。ですね。これは分かりやすかったね。これ分かりやすい。こういうのがいい。こういうのがいいよ。こういうのがいい。みんなでーす。ありがとうございます。ああ、ああ、これ並んだ。はい、まだくれない。まだな。まだです。まだあります。今並んでます。並んでる。同点ですから。並んでる。では続いての問題に参りたいと思います。続いての問題こちら。FGO のオープニングムービーはゲーム内のマテリアルから見ることができますが、はい、第1部のオープニング映像の中で最初に登場してくるサーバントもしくはキャラクターは誰でしょう。第1部オープニング、一番最初に出てくるサーバントかキャラクターか。はい、こちらもね、シンキングタイムではどうぞ。え、どの第1部のオープニング。あ、もうでもこれはこれはな、ぜひチーム赤の陣営にはチーム赤の陣営にはね、ぜひお答えいただけると嬉しいなという。皆さん悩みますね、これはね。よし、なかなかオープニングムービーね、一回見るとね、ちょっとマテリアルまでいかないと見れなかったりしますけれどもね、すごいアニメーションになってますのでね、ぜひ一部のアニメも2部のオープニングアニメもね、ぜひ見ていただけると良いかなと思いますが、そうですね、はい、皆様回答タイムそろそろよろしいでしょうか。いきますかね、はい、はい、じゃあこちらも一斉に出しましょう。一斉に、あ、大見さん、あ、いいです、いいですか、はい、はい、では皆様の回答一斉にお見せください。どうぞ。じゃじゃん、チーム藤丸は藤丸、藤丸、はい、主人公ですね。はい、そしてチーム赤のジャンヌ、ハートマークついてますね。そしてチームクリプター、アタランテ、はい、ではですね、こちら正解の映像をご用意しておりますので映像をご覧ください。あ、どうど誰、これ蝶々ってことないですよね。はい、サーバントがキャラクター、大丈夫ですよね。あ、というわけで正解はジャンヌダルクでした。鶴岡さん、おめでとうございます。そしていや、これが愛の勝利ですよ。愛の勝利ですよ。ジャンヌ、私にはあなたが見えた。よし、あ、来た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 。いや、でもちょっとちょっとちょっと忖度してません？ちょっと忖度してない？いや、これはこれはこれは僕には分かるよ。まあ、分かってほしい。僕には分かる問題だ。はい、おめでとうございます。では続いての問題に行きたいと思います。はい、続いての問題こちらです。みんな大好き概念連想カレイドスコープを絵でお書きください。
一番近いチームにポイントを差し上げます。どっちもここは回答あんな時間ちょっと、ね、20秒にしましょう。エゴ子のあるらしいね。はい、では皆様、回答を合わせてください。スタートです。お願いします先生。はい、20秒ですからね。そうね、縦がいいよね、カードだからね。ああ、そういうことだよね。フィーリングです。ここはもうガンガンいっちゃうね。カレードスコープ皆さんよく分かってるかなと思いますけど。そうそう、そんな感じそんな感じ。いいね。はい、20秒ですからね。うちのアキレンスすごいっす。たくさんちょっとね、かける感じですよね。そうね、そうね、はいはい、そうね。はい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 。よし、ぐったり時期ですね、皆さんね。でもね、結構皆さんいい感じですね。はい、では回答タイムですね、はい。それではまずは正解を見てみましょう。正解のイラストこちらです。はい、はい、こんな感じでしたね。では、皆様にも見せていただきたいと思います。ではまずチーム藤丸から。はい、ちょっとねトリミング失敗しました。ちょっと拡大しすぎました。これチームリーダーの人でしょこれ。違います。はい、ちょっとね寄りすぎてる感じしますね。はい、はい、ではなんか逆に絵が上手すぎてちょっと違うなって感じ。なんでですか。そんなことないですよ。いやいや、あるかもしれませんよ。はい、では続きましてチーム赤の陣営お見せください。チーム赤の陣営です、どうぞ。はい、帽子ね、外しちゃってんですよ。でも俺のやつ被ってんすよ。あ、決定版なんですよ。あ、分かる。いや、僕のもそう。待って、再臨はしないはずだ。再臨はないはずだ。おじさんに再臨はないはず。俺見られたらチャンスよ。はい、なんかね、ちょっとね、でもなんとなく雰囲気はね、近いところあります。はい、はい、では続きましてチームクリプター。いや、我々が一番近いですよ。はい、ドン。あー、しかも煙突マックスになってますね。いや、完璧でしょ、この構図、ね、近いと思いますね。はい、ではこちらの方ですね、ちょっと私の主観で。いや、ちょっと本当によく見てください。バカ論外だよ。本当論外だよ。帽子がないんだよ。近かったのはチームクリプター。やったー。あー、そっかー。そう、ね、チームクリプターにね、もう1ポイント。やばいですよ。トツマックスが効いたんすかね、やっぱね。ちょっとね、ゲントツマックスはね、やはりね、ちょっとそそられますからね。100% ですから。お、はい、この音が聞こえてきたということは、はい、続いての問題で最後の問題になります。はい、では最後の問題いきたいと思います。はい、問題はこちらです。プロフィールからの問題です。はい、プロフィール、ズバリマシュの身長と体重はいくつでしょう。え、マシュのプロフィールと、プロフィールですね、身長と体重ですね。じゃ、そこで分かります。え、実寸なの。やれることはいろいろやってもらえない。そんな縮尺してるの正確に。これどう、差は。うちさ、割と有利なのはジルがいることなの。一緒です。ジル、これ体格誰でも一緒じゃない。これでもヒール履いてるから、これ比べ脱いだやつですよね。何センチくらいですか、ジル身体測定の状態ですもんね。193。でも比べるのがないよ、これ。あれ、ちょっと待って、マシュでかくない。あのね、ジルはあ、猫背だから。こうじゃなくて、マシュ比べてるから、これってことは、実はね、わかんない、わかんない。マイナス。全然わかんない、わかんない。はい、皆様、測ってくださいね。30ぐらいで、ちょっと。はい、では皆様、そろそろよろしいでしょうか。え、身長と何でしたっけ。身長と体重です。はい、体重。身長と体重。鎧込みで。はい。はい。鎧込みじゃありません。はい、鎧込み、はい。フラットです、フラットです。はい、いいんですか、皆様。はい、では回答タイム終了です。では、ここはね、皆様ちょっと一斉に出していただきましょうか。はい。では、クリプターチームもよろしければ一斉に回答をお出しいただきましょう。では皆様の回答こちらです。ドン。はい、チーム藤丸163センチ48キロ、はい、チーム赤の陣営158センチ48キロ、そしてチームクリプター165センチ。聞くのはヤボですよ。そうですね、女性ですから ね、ダメだよ。では、回答を見てみたいと思います。回答こちらです。158センチ。そう、2キロ多かった。はい、今回は3チームとも不正解。よし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 早押し形式でのクイズになります。まあ、早押しというのは名だばかりで、あの、手を挙げてください。挙手制で、挙手制で、はいはいはい、答えが分かった人は手を挙げてください。で、はい、ここから早押しでですね、回答していただいて正解したチームには2ポイント。よし、まだまだね、今並んでます。逆転できますよ。逆転できますからね。
はい、それでは早速、早押しクイズの1問目いきたいと思います。1問目こちら。今からとあるサーバントのことを説明していきます。はい、分かったチームから手を挙げてお答えください。1つ目、はい、コマンドカードはバスターが1、アーツが2、クイックが2。これだけだとわからないですよね。いや、言いますよ、はい、何機かいますよ。では2つ目、パラメーターではホーグが A、 敏捷が A プラス。3つ目、クラスはアーチャー。早押しですよ。手を挙げたら正解ですよ。手を挙げて答えたら正解ですよ。は、ごめん、1個目何でしたっけ。コマンドカードはバスターが1、アーツが2、クイックが2。パラメーターはホーグが A で敏捷が A プラス、クラスはアーチャー。4つ目、ギリシャ神話における大賢者。はい、古川さん。先生、サーバントの名前は、サーバントの名前は、ゲイ、なんで俺が書いておけないの。じゃあ古川さん、ゲイだ。正解です。はい、さすが。やってよ先生。さすがだぜ。やってよ先生。ほら、ちょっと待って、やったことよし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 。はい、早押し形式問題。ちょっとやっぱアポ多くねえか。そうですよね。それでは第2問いきたいと思います。今からとあるサーバントの画像がだんだん大きくなっていきます。画面を見ていただき、どっちを見た方がいいかな。これがどのサーバントか当ててください。それではどうぞ。めっちゃいい音だ。はい、はい、赤村さん、アナスタシア。正解。早い。よくわかりますね、これで。なんでわかるんですか。いや、すごい。さすが赤羽さん。カボクさん、天姫見すぎじゃん。あのね、マジで言うと、はい、あのグリーンだなと思って、エメラルドグリーンみたいなのが見えた瞬間に行くしかねえと思って。あ、思い切りも大事。素晴らしい、素晴らしいですね。え、これいや、多分あのお客様からね、全く見えないと思いますけど、このスクリーンでもね。こんなの僕今涙にしか見えてない、はい、赤羽さんの愛がね、確かめられた。やった、はい、俺なんかもう今日これで仕事した感すげえ。いや、お見事だわ。では泣いても笑っても最後の問題です。今から、最後の問題こちらです。今から私がとあるサーバントの戦闘中のセリフをどんどん読んでいきます。はい、それがどのサーバントか分かったチームは手を挙げてお答えください。モノマネではありませんので、寄せねえよそこは。一般見てますよ。気持ち寄せていただけると。できるだけ頑張ります。はい、できるだけ頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、では一つ目のセリフは、共に勝利を。あ、もう分かった方いますかね。二つ目のセリフ、任せよ。三つ目のセリフ、行くぞ。はい。お、鶴岡さん。お、シュバリエデオン。違います。あ、違う。では4つ目のセリフ、痛いではないか。はい、はい、古川さん。ネロ。正解です。あー、でも近かったな。やっぱセイバー顔だったんだ。すごいな、アルバリアが。はい、チーム赤の陣営、後半の追い上げ凄まじかったですね。いいコレクションだぜ。いいね。はい、ここで、全問終わりましたので、最終結果をですね、ちょっと見てみたいと思います。はい、はい、チーム藤丸、はい、3ポイント、はい、惨敗です。惨敗、3ポイント、ありがとうございました。ありがとうございました。そしてチーム赤の陣営、2、1、2、3、4、5、6、8ポイント。すげー。そしてチームクリプター、6ポイント。まあまあ、ということは、まあ、優勝したのはチーム赤の陣営です。ではチーム赤の陣営のお二人にはこちら、30回くらい召喚ができる魔法のカードの引き換え券ですね。ありがとうございます。いただきます。おめでとうございます。はい、というわけで、優勝も決まったというところで、まもなくですね、ちょっとお時間もなってまいりましたので、では皆さん前の方にちょっとですね、お越しいただきまして、はい、はい、
今日のクイズのですね、感想なんかもちょっと伺っていきたいなというふうに思っておりますが、まずは改めて優勝チームのチーム赤の陣営からですね、お二人からコメントをいただけますでしょうか。はい、赤の陣営アポクリファが参りました、我々でございます。本当に言われるとやっとなんか思い出せるようなクイズばっかりで、なんか本当に難しかったんですけれども、なんかこれだけなんだろう、皆さんも分かるし我々もここまでこう楽しんで答えられて、で答えひねり出せるってぐらい FC を遊んだんだなっていうところが、なんか4周年っていうイベントにしてちょっと嬉しいところもあり、実感したところもあり、すごくなんかいろんな意味で楽しいステージでした。本当にありがとうございました。ありがたく紹介させていただきます。ありがとうございます。では鶴岡さんからも一言いただけますでしょうか。はい、本当にようこそお越しくださいました。皆さん本当にね、4周年皆さんのおかげでございます。そしてこうしてそのサーバントのことを振り返ったり、することができるので、やっぱこのステージならではかなと、なんかざわついてるかな、思っております。これからもね、もうちょっと僕も勉強して、もうちょっとちゃんと知識を身につけていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして、チームクリプターのお二人からもコメントいただければと思います。では高真さんからお願いいたします。はい、まずは暑い中お越しいただいてありがとうございました。そうですね、この曲を聴くとまだサバフェスが終わってねえのかなって気がしちゃうんですけれども、そうですね、こうやって初めて今回同じクリプターとして、川西さんとステージに登壇できたことは大変嬉しく思いつつ、なので、これを皮切りにいつか僕らクリプター全員でここを埋めたいと思ってますので、楽しみですね。勢ぞろい。はい、まあ、それを含めて今後とも FGO の応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。では続きまして、川西さん。はい、皆様本日はお越しいただき誠にありがとうございました。FGO に参加させていただいたのが、まあ、つい最近ということで、ゲーム自体はちょっとやらせていただいてたんですけれども、まだまだ歴は浅いので、これからたくさん勉強させていただいて、そうですね、クリプターのアニメを作っていただきたいなと思いますので、わー出てー、もうちょっと喋りたいね。喋りたいですね。喋りたいですね。我々あんま喋ってないからね。レイジも復活させていただいて、はい、これからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後はチーム藤丸のお二人からコメントいただければと思います。はい、本日はお越しいただき誠にありがとうございました。本当にね、僕自身、本当に皆さんと一緒になんか登壇してるんですけど、本当に楽しんで、終始このクイズをね、ほたまちょっといろいろね、僕たち結果的にはね惨敗でしたけれども、これからいっぱい勉強して、より FGO をね大好きになって、またどこかでお会いできたらなと思っておりますので、この後は動画で分かるステージもございますので、ぜひお越しください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。では最後に柴田さん、お願いいたします。はい、惨敗しました。いや本当にね、せっかく藤丸チームって、そうですね、マスターだって言ってるのに、何一つ分かっていなかったね俺たちは。いや本当に奥深いですね。奥深いよ本当に。ちょっとこのままじゃ本当にあのクリプターたちに主役を取られて、本当にクリプターズってアニメになっちゃうかもしれないんで、いやちょっとね、フェイトグランドオーダーを守るためにも、はい、ね、今後とも人類を守っていくためにも、はいはい、僕たち勉強し直して新たな旅立ちを頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、以上でクイズ FGO 終了となります。ステージを盛り上げてくれた皆様にもう一度拍手を送りください。ありがとうございました。次の開催をお楽しみにお待ちください。このステージの MC を担当しましたのはアニプレックスのカナタでした。この後も引き続き FGO をお楽しみください。